トマス・ブライアン・マーティンは、イングランド系アメリカ人の土地管理人、判事、議会議員、農園主である。バージニア植民地、後のバージニア州からウェストバージニア州に移った土地で暮らした。おじである、第6代フェアファックス・オブ・カメロン教、トマス・フェアファックスの漁した、ノーザンネック領地の土地管理人を務め、またバージニア植民地議会議員を2期務めた。 マーティンは1731年、イングランドのケントで生まれた。母方の祖父は、第5代フェアファックス・オブ・カメロン教、トマス・フェアファックスであり、母は、フランシス・フェアファックス・マーティンだった。イングランドでは、つつましい環境で育ち、1751年に、バージニアに移住して、おじの、第6代フェアファックス・オブ・カメロン教、トマス・フェアファックスを助けることになった。 広さが500万エーカーもあったおじのノーザンネック領地を管理した。現在のバージニア州クラーク郡にあったグリーンウェイコート荘園におじと共に住んだ。マーティンの活力ある性格と忠誠心のゆえにフェアファックス教の木に入られた。1762年、フェアファックス教に対して大きくなっていたマーティンの影響力を通じて領地を管理する本拠地をグリーンウェイコートに移させ、 マーティンは、領地の執事かつ土地管理人になった。マーティンはその領地の範囲内で、政治や公的な事項に、積極的な役割を果たした。聖公会、フレデリック教区の教区委員を務め、1754年に、ハンプシャー軍が創設された時には、軍の初代判事となり、また、軍副官にも指名された。 1756年から1758年、ハンプシャー軍選出バージニア植民地議会議員となり、1758年から1761年には、ジョージ・ワシントンと共に、フレデリック軍選出議会議員となった。フロンティアの町、ウィンチェスター、スティーブンズバーグ、バスの新宅委員に指名された。また、フレデリック軍民兵隊の大佐にも指名された。 健康状態は良くなかったが、領地の開拓者たちから頼られ、インディアンからの攻撃に対して、かなりの資源を使うことになった。アメリカ独立戦争が始まると、パトリック・ヘンリー州知事からのフレデリック軍、治安判事再指名を断った。その後は公的な役職から完全に退き、グリーンウェイコートに引退した。戦中は目立たない姿勢を維持し、おじのフェアファックス卿は、 アメリカの植民地に住む唯一の貴族だったにもかかわらず、敬意と思いやりを持って崩された。1781年にフェアファックス教が死んだ後、マーティンの兄であるデニー・マーティン・フェアファックス牧師がノーザンネック領地を継承し、マーティンはグリーンウェイコート荘園を与えられた。おじの家政婦だったクローフォード夫人を愛人とし、1798年未婚のまま死んだ。 グリーンウェイコート商園と隣接する1000エーカーの土地を家政婦だったベッツェパワーズに移動した。兄のデニー・フェアファックスは領地を適切に維持できず、1797年には残っていた土地を譲渡したので、この領地のフェアファックスとマーティン・両家の権益が終わりとなり、その後の1806年に正式に解体された。ウェストバージニア州マーティンズバーグ氏は、 マーティンの友人であるアダム・スティーブンがマーティンにちなんで名付けた町である。第六代フェアファックス・オブ・カメロン卿トマス・フェアファックス・トマス・ブライアン・マーティンは1731年、イングランドのケントで生まれた。父はソリツマナー出身のデニー・マーティン、母はフランシス・フェアファックス・マーティンだった。父と母はケントのルーズで結婚した。母の父は、 第5代フェアファックス・オブ・カメロン教、トマス・フェアファックス。母は、キャサリン・コルペパー・フェアファックスであり、兄弟には、第6代フェアファックス・オブ・カメロン教、トマス・フェアファックスと第7代フェアファックス・オブ・カメロン教、ロバート・フェアファックスがいた。祖母のキャサリン・コルペパー・フェアファックスの父は、第2代コルペパー男爵トマス・コルペパー。母は、 マーガレッタ・バン・ヘッセであり、オランダの高貴な一族の出身だった。マーティンは、叔父のトマスから名前をもらった。1731年4月11日、ルーズの聖公会で洗礼を受け、トマス・ブライアンと名付けられた。マーティンとその兄弟は、イングランドのつつましい環境で育てられた。夏季の4人の兄弟と3人の姉妹がおり、全部で8人兄弟だった。ノーザンネック領地の地図、 1736年から1737年マーティンのおじ第6代フェアファックス・オブ・カメロン教、トマス・フェアファックスは、ノーザンネック領地払い下げ地を所有しており、それは1719年に、マーティンの曽祖,祖父にあたる第2代コルペパー男爵、トマス・コルペパーから承継したものだった。その領地は、 バージニアのノーザンネックの土地500万エーカーもあり、ポトマック川北支流の水源から西に広がる広大な土地だった。ノーザンネック領地は1649年にイングランド王チャールズ2世からその支持者7人に報奨として与えられたものであり、1688年には再度公式の特許地となった。その7人の支持者の一人がコルペパー卿であり、 1681年に全領地の所有権を取得し、その孫のフェアファックス教がコルペパー教の死の時に土地を承継した。フェアファックス教はいとこのウィリアム・フェアファックスをロバート・カーター一世に代わってノーザンネック領地の出自権土地管理人として派遣した。ウィリアム・フェアファックスはこの役職をその死の1757年まで務めた。1750年。 マーティンのおじであるフェアファックス卿が現在のクラーク郡ホワイトポスト近くに狩猟用プランテーションのグリーンウェイコートを設立し自分でその領地を管理しようとした。フェアファックス卿は以前の1747年に当時ザックオーターと呼ばれた支度用地としてこの土地を取っておいた。いとこのウィリアム・フェアファックスが土地管理人として活動する間に フェアファックス卿はその領地を管理する助けになる者を、さらに求め、その任に当てられる者を、イングランドの一族の中から探した。まず弟のロバート・フェアファックスを考え、続いて、義兄弟であるデニー・マーティンを検討し、最後は1751年、21歳になるおいで、デニー・マーティンの息子であるトマス・マーティンをその助手にする、ことに決めた。グリーンウェイ・コートの本館。 19世紀初期のハンガ・フェアファックス教がマーティンを派遣するよう求め、マーティンはイングランドからウィリアム・フェアファックスに伴われ、1751年5月24日にハットリー・ゴーに乗ってバージニアに到着した。ウィリアム・フェアファックスはイングランドでの役職指名を求めていた。マーティンとフェアファックスはウィリアムズバーグに到着し、そこでフェアファックスの仲間で、 植民地総督評議会委員であるジョンブレアシニアと会食し、総督皇帝と議会議事堂を訪れた後、5月31日にノーザンネックへの旅を始めた。マーティンはノーザンネック領地に到着すると、その秋におじのいるグリーンウェイコートに入った。マーティンは質素な育てられ方をしていたので、すぐにグリーンウェイコートのフロンティアの生活に適応した。 活力ある性格と忠誠心、さらに視力が良かったゆえに間もなく、フェアファックス卿の木に入られ、禁止だったおじを大いに助けた。1752年5月21日、マーティンが21歳の誕生日を迎えて、すぐに、フェアファックス卿はその上にグリーンウェイコートと、シェナンド・カワセイガン、リーズマナーの対岸の土地8840エーカーを、与えた。その土地は、 グリーンウェイコートのマナーという名前で呼ばれることになり、大天使セントミカエルの祝日に年間鎮借料として、良きおじかと目じかを献上することとされた。グリーンウェイコートは、ケントにあるカルペパー家の荘園からその名前をとっていた。グリーンウェイコートの領地管理事務所、アメリカの歴史的建造物調査所が撮影マーティンは、領地の管理についてより、 大きな役割を与えられることを望み、おじに働きかけて、領地管理の再編成を行おうとした。フェアファックス卿は、マーティンの提案に従い、1762年、領地運営の基地を、それまでのベルボアから北西に56マイル、グリーンウェイコートであからさまに建設された、土地事務所倉庫と古文書館に移した。この移転に先立ち、グリーンウェイコートでも、 小さな土地管理事務所が運営されていた。1757年にウィリアム・フェアファックスが死んだ後、その息子のジョージ・ウィリアム・フェアファックスがその領地の執事と土地管理人を引き継いでいた。1762年、マーティンがフェアファックスの役目だった領地の執事と土地管理人を引き継いだ。マーティンがフェアファックスの仕事を継ぎ土地管理事務所を移管したこととマーティンが フェアファックス教への影響力を増したことは、ジョージ・ウィリアム・フェアファックスの感情を害することになった。それはこの時代にフェアファックスが書いた手紙でも明らかで、ある。フェアファックスとその妻、サリー・キャリー・フェアファックスは、アメリカ独立戦争に先立つ1773年にイングランドに戻り、その後は戻ってこなかった。マーティンは、グリーンウェイ・コートに住みながら、 そこでの生活はより大きな邸宅を建設するまでの一時的なものと当初想定していたので、田舎の省園よりも快適な宿舎を求めていた。1767年、マーティンはグリーンウェイコートでのさらなる建設と改良の計画を策定した。現状に泊まり、彼らが泊まりたいとする状態で、我々は城を建てる。大いに望んだ地の上ではなく、 空中の城であると記していた。マーティンのおじであるロバート・フェアファックスがグリーンウェイコートの原始的生活について奇妙で野火な人々の中であらゆる概念を超えていると記していた。その後の30年間、フェアファックス卿が1781年に死ぬまでマーティンはグリーンウェイコートに泊まり自己追放したおじの寂しさと孤独を共有していた。マーティンは グリーンウェイコートで自立する一方で農業の利益追求に関わった。1768年、マーティンはタバコのことを我々のすべてとなる作物だと表現した。シェナンドバレーにいる他の多くの農園主や農夫と同様、マーティンは1792年までに小麦の栽培に移行しており、その時イングランドの兄弟にあてて我々の小麦に そんな価格をつけるとは飢えているからなのか。農業は今や私の目的だと記した手紙を送っていた。マーティンは、領地の管理業務に加えて、おじの管轄範囲内で政治と公的な事項に積極的な役割を果たし始めた。1752年2月、バージニア植民地議会の方に従い、成功会フレデリック教区は、同年6月1日以前に、 教区員12人の選挙を行うことを認められた。マーティンは、おじのフェアファックス教や、ガブリエル・ジョーンズと共に、教区員に選ばれた。マーティンと仲間の教区員は、教区の中で性公会の存在感を、拡張拡大することに取り掛かった。1754年、ハンプシャー軍が創設され、マーティンは、軍裁判所の初代判事として差配した。軍を創設した方のもとに、 最初の軍裁判所が1754年6月に改定された。しかし、最初の審問が行われたのは1757年12月になってからだった。最初に行われた審問では、マーティンの他に、ジェームズ・シンプソン、ウィリアム・ミラー、ソロモン・ヘッジズ、ナサニエル・カイ・ケンドールが判事となり、ガブリエル・ジョーンズが裁判所書記官を務めた。1755年。 マーティンはさらに、ハンプシャー軍の副官に指名された。1756年から1758年には、トマス・ウォーカーと共に、ハンプシャー軍を代表して、バージニア植民地議会議員に選出された。1758年、マーティンは、ジョージ・ワシントンと共に、フレデリック軍選出のバージニア植民地議会議員に立候補し、 現職のヒュー・ウェストとトマス・スー・ウェア・リンゲンに挑戦した。マーティンとワシントンは、フェアファックス教からかなりの支持を得ており、また成功会フレデリック軍の指導的牧師の、ウィリアム・メルドラムからも支持を得た。ワシントンが310票を得て、トップ当選し、マーティンが240票で、第2位だった。ウェストは199票、スー・ウェア・リンゲンは45票に止まった。 マーティンとワシントンは共にフレデリック軍を代表して1761年まで議員を務めた。1761年、マーティンは再選を求めないことを選び、立法府から引退した。1758年9月、バージニア植民地議会がマーティンをウィンチェスターの新宅委員の一人に指名した。さらにスティーブンズバーグの新宅委員にも指名された。叔父のフェアファックス卿。 ジョン・ハイト、ガブリエル・ジョーンズ、ロバート・ラザ・フォード、ルイス・スティーブンス、ジェームズ・ウッドも、スティーブンズ・バーグの新宅委員に指名された。1776年10月、バスの町が議会から認証を得た時も、マーティンがその新宅委員に指名された。他にブライアン・フェアファックス、フィリップ・ペンドルトン、ロバート・ラザ・フォード、サミュエル・ワシントン、ワーナー・ワシントン、 アレクサンダー・ホワイトなども指名された。マーティンは、フレデリック軍民兵隊の大佐にも指名された。マーティンの健康状態は良くなかったが、領地の開拓者たちから頼られ、緊急事態、特にインディアンからの攻撃に対して即座に行動するために、かなりの資源を使うことになった。アメリカ独立戦争が始まると、マーティンは、フレデリック軍の治安委員会判事に指名され、 これを務めた。知事のパトリック・ヘンリーから、ウィリアム・ブースやワーナー・ワシントンと共に治安判事に再指名されたが、3人とももう一気、務めるのは辞退した。当初、アメリカの大英帝国からの独立は、無益な努力だと考え、新しい革命体制のもとに使えることを拒んだので、治安委員会でも宣誓しなかった。委員会は、積極的にロイヤリストの逮捕を進めており、 それが、マーティンが再指名を断る決断をしたことに影響した可能性があった。マーティンは公的な任務から完全に引退し、その後はグリーンウェイコートに陰性した。マーティンはフリーメイソンとして行動するようになった。マーティンはロイヤリストとしてアメリカ独立戦争勃発後は目立たない姿勢を維持していた。1778年までに、 バージニア州議会は古作を廃止していたが、フェアファックス教の忠誠心を認め、ノーザンネック領地は例外にされた。フェアファックス教は、アメリカの植民地に住む唯一の貴族だったにもかかわらず、議会から敬意と思いやりを持って封され、バージニアの住民として、すべての特権を認められた。1781年にフェアファックス教が死んだ後、 その意思は1782年3月5日に記録され、ノーザンネック領地を含め、アメリカの資産の残りに対する権利は、マーティンの兄であるデニー・マーティンに継承され、デニーがフェアファックスの生と紋章を引き継いだ。フェアファックス教は、デニーがイギリスの議会に諮って、フェアファックス・オブ・カメロン教の称号を継承することを認めさせるという条件で、その資産と称号を引き継がせた。 マーティンは、ガブリエル・ジョーンズや、ピーター・ホックと共に、おじから、その遺言の執行人に指名された。マーティンは、フェアファックス卿が、ジョン・ボーデンから買収した、広さ600エーカーのプランテーションを承継した。また、グリーンウェイ・コートの荘園と、そこにある、牛、羊、豚の家畜すべて、畜産業の道具、家財と家具を移存された。マーティン及び兄のデニーとフィリップは、 フェアファックス教の奴隷全員も継承した。マーティンのおじであり、フェアファックス教の弟のロバート・フェアファックスが、イギリスの議会にフェアファックス・オブ・カメロン教の称号継承を申請し、第7代となった。第8代、フェアファックス・オブ・カメロン教ブライアン・フェアファックス・デニー・フェア、ファックスはイングランドに住むために、マーティンとジョーンズを、領地のマネジャーに指名した。 マーティンとジョーンズは新聞に広告を出し、領地の小作人はフェアファックス教に対する権利主張を持ってきて、それを証明するよう求めた。ウィリアム・フェアファックスの子孫はフェアファックス教に対する権利を主張し続けていた。それは1757年以前にウィリアム・フェアファックスによって提供されていたものだった。デニー・フェアファックスはこれら過去の権利主張から、 解放されるために、マーティンとジョーンズの指名を断念し、その代わりに、第8代、フェアファックス・オブ・カメロン教ブライアン・フェアファックスを、領地の唯一の執事として指名し、1784年9月21日、ロンドンで正式の手続きを行った。デニー・フェアファックスはイングランドに住むイギリスの親民だったので、アメリカの司法権下では、何の法的権利もなかった。 このためにデニーとそのイギリスの親戚は外国の敵とみなされ、その土地の所有権は没収法のもとに押収された。1785年、バージニア州議会は、領主の土地に関する全ての記録、書籍、文書類はバージニア州が押収し、リッチモンドのバージニア州土地登録管事務所に移すことを命令した。 バージニア州はまだ払い下げられていなかった領主の土地を差し押さえ、すでに払い下げを受けていた市民にはその土地を保持することを認めた。ノーザンネックの土地価格は上がり続け、そのことをマーティンが1790年の手紙で取り上げていた。土地の価格が上がると、領地の多くの住民がその土地を売り、さらに奥地のフロンティアに移った。このことについて、マーティンは、住民の移住は、 驚愕するものであるとコメントしていた。1781年にフェアファックス教が死んだ後、マーティンは、おじの家の家政婦だったクローフォード夫人を愛人とし、彼女との間に一人の娘を設けた。クローフォード夫人はしばらく愛人のままだったが、数年後に死んだ。二人の間の娘は、イギリスのフランシス・ゲルダーとタイと結婚した。しかし、その結婚から間もなく、 子供を残さず西に,に、マーティンは、ゲルダートにグリーンウェイコートの土地1 0エーカーに多くの奴隷をつけて渡した。マーティンは、娘の死後、グリーンウェイコートで、家政婦として、ベッツィパワーズを雇った。1798年、マーティンは未婚のまま死亡し、1794年7月24日付だった遺言は、1798年10月1日に、証明された。 その遺言書の中で、そのグリーンウェイコート荘園と隣接する土地セメーカーを、家政婦のベッチ・ィパワーズに依存した。パワーズは、その上の家屋、家財、家畜の馬、牛、羊、豚の半分、及び選別した奴隷10人も承継した。マーティンの姉妹の存命だったフランシス、シビラ、アンナ・スザンナが、金の全額、個人資産の残りでパワーズに残されなかったものを、 受け取った。マーティンの遺言執行人それぞれが10ギニーを受け取った。マーティンはその資産の残りとグリーンウェイコートの土地1000エーカーをパワーズが彼より先に死んだ場合には遺言執行人のガブリエル・ジョーンズ、ロバート・マッケイ、ジョン・シャーマン・ウッドコックに送り、それを小分けして売却し、それから上がった利益をマーティンの姉妹たちに分けることとしていた。パワーズは馬車、ハーネス、 およびファルマスに近いスタフォード軍の土地160エーカーも受け取った。パワーズはマーティンの死後、W. カーナジーと結婚した。マーティンの兄デニー・フェアファックスは、高齢であることとアメリカへ移住できなかったために、アメリカの保有物を適切に保護し維持することができず、1797年8月30日付の上都証書で、ジェームズ・マーカム・マーシャルにライバーの通った道のすべて、 土地の区画、バージニア州、ノーザンネックの領地の一部や区画、前期のものすべてが持っている利益ある権利と権益のすべてとともに譲渡した。この譲渡により、フェアファックス家とマーティン家の領地における権益を停止させた。1799年、バージニア州議会は、フェアファックスの残っていた土地について、マーシャルを法的受験者と認めた。 ノーザンネックの領地は1806年に公式に解体され、バージニア州が再度その法的所有者となった。デニー・マーティン・フェアファックスが1800年に死んだ後も、ノーザンネックの領地をバージニア州が押収したことの合法性は、州と連邦の裁判所で争われ続けた。バージニア州最高裁判所は、領地の土地を州が押収し、権利を受けたことを指示した。その判決では、 イギリスとの J 条約の条項は、この領地のことを問題にしていない、と論じた。1813年、アメリカ合衆国最高裁判所は、フェアファックスの獣医者タイハンターの賃借人事件に、対するバージニア州最高裁判所の判決を審査し、条約は、実際に、この論争に関わっており、真理を、州最高裁判所に差し戻すと裁定した。バージニア州最高裁判所は、 州の裁判所で発生した事件について、連邦裁判所は権限を持っていないと裁定した。バージニア州最高裁判所が、アメリカ合衆国最高裁判所の判断を拒否したことは、1816年に、再度、マーティンタイハンターの沈借人事件で審査された。アメリカ合衆国最高裁判所は、バージニア州最高裁判所の判断を覆し、 アメリカ合衆国憲法第3条で連邦法に関する事件では連邦裁判所が州の裁判所に対する司法権と権限を有することを認めていると裁定した。アメリカ合衆国最高裁判所長官のジョン・マーシャルは彼自身と兄弟のジェームズが以前にデニー・マーティン・フェアファックスと契約して論争のある領地の土地を購入していたので マーティンタイハンターの沈借人事件の判断には加われないこととなった。マーティンの親友で両主でもあるアダム・スティーブンが1778年にバージニア州議会が設立していたバークレー軍の町、マーティンズバーグ市を所有していた。スティーブンはその町に友人、マーティンの名前を付けた。ありがとうございます。